今回のスピチューブは一体何なんでしょう。あ、でも安いです。めちゃめちゃ安いです。めちゃめちゃ安いですか、これ。激安グルメ。岡山のとある場所で激安メニューがあるということで行ってみました。本当に安い。350円です。250円。というわけで今日はこちらのお店に行こうかなと思います。コロッケ屋さんなんですよね。ちょっとどんな感じかわからないですけど行ってみます。今日こちらに。それではいざ入店でございます。いやコロッケ楽しみですね。どんな感じなんでしょうか。はい、お邪魔します。はいはいはい。何しましょうか。ラーメン。あ、いいですね。250円。というわけでこれメニューがね、コロッケ普通の価格なんですけども、ラーメンがめちゃめちゃ安いと、あと丼物もね350円。いやなんだこれは。というわけで今回はラーメンと牛丼をね注文させていただきました。あ、でも安いです。めちゃめちゃ安いです。めちゃめちゃ安いです。これいやー、キツネに騙されたかのような感じですけど、今回はコロッケじゃなくてラーメンと牛丼食べてみようかなと思います。いやー、ちょっと気になりますねこれは。あー、ガソリン。おでん。あ、おでん。こういうお店でさすがにちゃんが作ってるんですね。そういう感じ。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。はい、牛丼350円です。プラス50円で大盛りできると。じゃあちょっとラーメン食べてからちょっと牛丼行きましょうかね。はい、おお、なるほど。あ、ありがとうございます。おお、250円。あ、ありがとうございます。やった。あ、でもこっちの方がいいですね。50円プラスでやっぱり。それでは早速いただきます。いただきます。うん、いけますね。いけます。
食べた感想なんですけども、お家で作れるあの生麺タイプのラーメンっていう感じですかね。スライスハム、このチャーシューもベーコンですかね。いやでもね、安いですよ、250円。うん、ラーメンペロリと完食いたしました。続いてはこちらですね、牛丼です。それではいただきます。うん、普通のあのインスタントな牛丼といった形でしょうか。でも美味しいです。ごちそうさまでした。最初くん休みなんで食べさせた出したらいいや、学生のためにやっぱ安くしてるっていう。おー、めちゃめちゃ安いですね。そういうわけだったんですね。はいはい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。はいはい、ありがとうございます。はい、また来ます。はい、お願いします。ちょっとケンさん、感想最後に。ちょっと安すぎていく。栄養しかないんですよね。不思議です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。というわけでご視聴ありがとうございました。今回は岡山県瀬戸内市奥町にあります北谷コロッケさんにお邪魔させていただきました。こちら、コロッケのうまい店かな、コロッケがめちゃめちゃ人気のお店かなと思ったんですけど、そうじゃなくて、ここね、コロッケ以外の食べ物が安いということなんですよね。ラーメンが250円。うわ、安いわとか思いながらね、ちょっといろいろ頼んでみましたけども、牛丼もね350円ということなんですよね。まあこれ食べてみてね、やはりあの家で作るラーメンということなんですよね。まあもちろん安い分やっぱそういうことなんですよ。家系ラーメンということですね、家で作ると。はい、まあこの安さの秘訣なんですけど、あのこの辺のね、学生のために安い価格で提供されてるということなんですよね。いやね、良かったですよ、本当に。値段イコールこの味と量ですよね。いや、絶対行ってほしい場所でもあるかなと思います。ぜひ皆さん行ってみてください。それでは失礼いたします。ありがとうございました。この動画いつも登録とボタン、バリともとボタン、チャンネル登録もよろしく。はい、裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。